皆さんこんばんは。こんばんは。イヤホン TV のお時間です。イエーイ。ちょっと大きい音、大きい、もしかしてちょっと大きい、ちょっと調整するね。はい、この番組は、イヤホンとヘッドホンの専門店イヤホン、本日は大阪日本橋本店より生放送中の情報番組です。イヤホンとかヘッドホンのことをゆるーく配信中でございます。どうしよう、今日は自己紹介をこういきます。私イヤホン大阪日本橋本店勤務の亮太です。よろしくお願いします。亮太さん、イエーイ。同じく店頭スタッフのあやぱんです。よろしくお願いします。あやぱん、イエーイ。はい、そして初登場、はい、3月からここに行きました、中古担当のにわちゃんと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。にわちゃん、はい。にわちゃんはね、ユーストをご覧いただいている方にとっては初見といいますか、初めましての方が多いと思うんですが、ご来店を、ね、していただいている方で、2階の中古フロアをご覧になったりとかしている方は、まあ、よく見てるんじゃないかなというスタッフですね。うん、何やったっけ、どこ 前どこ住んでたんや。前は岐阜です。岐阜に住んでた。岐阜下呂温泉や、うん、よく行ってました。あ、うん、っ、下呂温泉によく行ける距離に住んでた。まあ、年一ぐらいで。あ、年一ぐらい。まあ、割とだから現地やし行くみたいな。なるほどね。でその時から結構イーヤが好きというか、イヤホンで見てましたし。あ、放送、はい、ほう、見てましたし、うん、結構大阪まで来ていろいろ買ってた。わざわざ。わざわざ岐阜から。岐阜から。じゃあお店を直にじゃあ利用してくれたことが何度もあると。4回ぐらい。4回ぐらい。4回も岐阜から来てくれてるの。多分3ヶ月に1遍ぐらい。乗客じゃないですか。素晴らしいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。今もスタッフやから ね頑張らせていただいてます。はい、はい、というわけで、はい、そんな美和ちゃんが本日出演していただくことになりました。はい、で、まあ、今日もね、ちょっとランキングはスポンと抜きまして、いきなり本題にもういっちゃおうと思うんですが、美和ちゃんに出演してもらったのはなぜかと言いますと、タイトルに出てます通りこちらですね。はい、本日は真空管ポターン会議2013夏。夏、暑い夏だからこそって書いてますけれども、自分で書いてて正直ちょっと意味分かんなかったです。はい、まあ、ネタがないというわけじゃないんですけれども、まあ、最近ね、真空管を搭載した、ヘッドホンアンプが結構流行ってるかなと、うん、はい、思いましたので、特集させていただくことになりました。うん、まあ、会議なんて言ってますけれども、まあ、要は特集なので、毎回毎回なんか特集っていうタイトルも面白くないなと思ったのでちょいちょい変えていきます。はい、会議、会議、はい、会議、そう、こういう感じ、うん、こういう感じね。全員やったらなんか不思議やね。で、今回もですね、先々週、前々回大阪の前回の放送ですね、に引き続いて、皆様のこちら画面下側に見えておりますえみこさんの後頭部が、後頭部というか、まあ、頭頂かな、見えておりますけれども、第4のスタッフというか出演者、準レギュラーとして、今週から大阪の配信の際には出てもらうことになりましたので、はい、いきなりね、多分音声が不思議な感じだと思うんですけれども、えみこさん、いい音ですか。えみちゃんいい音って、うん、えみちゃんいい音、ね、もうなんか相性で呼ばれてますね。はい、これ右左でね、音が右左で聞こえてくるというバイノーラルマイクという、まあ、ダミーヘッドというものの簡易版を使った、うん、放送になってますので、まあ、今週よりも、まあ、前回もそうでしたけれども、大阪の配信に関しては毎回この形でやらせていただきますので、ヘッドホンとかね、イヤホンで聞いていただくと面白いと思いますので、そうですね、はい、ぜひご愛用のイヤホン、ヘッドホンで聞いてください。はい、はい、というわけで、もうじゃあ本題に入っていこうかなと思うんですけれども、うん、真空管というものを使ったアンプなんですけど、まあ、正直なところね、あんまり日頃からその真空管っていうものにこう触れる機会ってないと思うんですよ。うん、
身近に真空管ってないよね、はい、絶対ここに来て初めて真空管っていうのを知りました。あ、ほんまに、はい、こんなのがやっぱそうかな。いや、なんかよくわからなかったですね、うん、なんか男性はっていうか、もともとオーディオがまあ好きとかでなくても、オーディオのお店に行ったことがあるとか、例えば大きい電気屋さんのオーディオのコーナーにちょっとフラッと立ち寄ったりして、高いアンプとかね置いてるコーナーとかを見たら、まあ数は多くないですけど、なんかこんなんが突き刺さってる、うん、ようわからん銀色のでかい機械見たことあるでぐらいの人は、うん、はい、いると思うんですけど、美和ちゃんなんとあのね、僕はねそこまでと思わなかったんですけれども、真空管を持ってきました。持ってきました。持ち方あの、ちなみにこれはあの普通の真空管ですね。普通の真空管、はい、あの今日紹介するものには積まれているものとはちょっと違うので、うーん、どうした、出したらいいやん、どうした、何持ってきたの。ですね、あ、おお、怖い怖い怖いJJ 社、スロバキア製の、スロバキア製の ECC802S 高信頼管と呼ばれるもので、金足になってる、うん、これで通電性を上げてる、あの、あ、足ってこう刺すとこ、ね、刺すとこういう端子よね、こうめっちゃいっぱいある、うん、あとがこれがロシア製の、わあすごい、12AU7、 同じ、すげえ、ロシアって書いてある、書いてある、あ、これ何、ロシア語もしかして、多分そうかな、エレクトロハーモニクス、ああ、これは会社名ですね、うん、違うね、はい、失礼しました、うん、これがユーゴスラビアなんですけど、おそらく中国製造で、はい、ECC82 です。全部型番が違いますけど、うん、全部互換性のあるやつです、ね、形っていうか端子の並びは一緒やん、一緒です。ってことはある程度こう同じものに使い回しができるってこと。そうですね、総三極電圧増幅管、総三極電圧増幅管、総三極電圧増幅管だってみたいな、なんか僕も分かんないんですけど、そんなやつらしいです、はい、ですって、はい、で真空管って、あの、なんて言うんでしょう、誤解っていうか、あの、まあ、これちょっと美和ちゃんに話してもらった方がいいかもしれないんですけど、真空管ってね、古い技術なんですよね。古いですね、技術自体は、はい、最近そのボタンで真空管を積んだものっていうのが流行ってきているので、何かしらその新しいもの、まあ、あんまそう思ってる人いないと思うんですけども、というわけではなくて、もともとすごい古い技術であって、で、あの、それを、まあ、言ったらまた復活じゃないけど、なんか流行りだし、最近、ね、流行りだしたというか、いうようなものなんですよね。でこれ、まあ、今日ちょうどね、ウェブの担当のヨッシーがすごい気を利かせてというか、やってくれたんですけれども、今イヤホンの、開けてくれてますよ、もしかして、うん、なるほど、イヤホンの、オンラインストアの今トップページに行っていただくと、ちょうどあのトップページでこうグラグラって変わっていくフラッシュの部分ありますよね。そこのトップに真空管アンプの特設ページができて、前からあるんですけどね、それをトップに今日持ってきてくれまして、見やすいようにしてくれてるんですけど、真空管ってこういうものだよっていう紹介がそこに載ってますので、まあ真空管ってどんなもんやっていうのをちょっと知りたいなと思う方であれば、一度目を通していただければと思います。そう、なんかね、やっぱ真空管っていろんなもの使われてますよね。さっきあの、そうそう、コメントに来ました、うん、テレビにも使われてた技術がする、トランジスタとかより前ですね。でトランジスタが出てきて真空管スタートできた、うん、なるほどね。ってことは、まあちょっとあれですけど、衰退していってる技術ということですね。なんかね、それをまたこう使おうというのがロマンですね。ロマンを感じますね。ロマンを感じますね、はい、っていうぐらい、まあね、真空管ってそういう、なんていうか、古い技術ではあるんですけれども、また新たにその真空管っていうのを使った、アンプというのが流行りつつあるというのがなかなか面白いところなんですけど、これ、みやちゃん的に、はい、まあ、すごいシンプルに答えてもらったんですけど、今またそのメーカーが真空管を使ってる理由って何なんやと思います？何なんですかね。飽きてきたんですかね、トランジスタ。すごい、すごい、ほんま疑問チックな回答やね。多分その、真空管を使うがゆえの音ってあるんだと思うんですよ、うん、多分その音っていうのを
がまたなんていうの、あの流行ってるっていうか、まあやっぱり技術的な部分もあって、その真空管っていうのを使ったならではの音っていうのがニーズとして出てきてるからっていうのもあるのかもしれないです。あとはまあやっぱりその真空管イコールちょっと高級なアンプとかのイメージがあるじゃないですか。でそれをまたこうポータブルに導入させるっていうのがある種話題性とかも含めて面白い試みだからっていうのも、まあ、話題作りっていうところもあるかもしれないですね。はい、そうですね、真空管って真空管にしか出せない音なんですよ ね、うん、ってことですね。衝撃波に強いらしい。衝撃波、衝撃波、真空管がどういうこと、俺出せたって衝撃波いや忘れてくる、はい、なんかこういうやつ、あ違う、はい、真空管アンプといえば、あ マランツの真空管アンプは知ってたのかな。マランツはもう CD プレイヤーのイメージしか僕はないんで、どうなんですかね。真空管でも結構多いですよね、真空管アンプを出してたメーカー。なんかあの CAV ジャパンさんも出してたし、結構ありますよ。あとあの据え置きだとあのキャロットワンね、オレンジ色の好き、はい、エルネストールとかファブリジョーロ、美味しそうなやつ、美味し、うん、美味しそうね。名前、名前がミネストローネみたいな、ああなるほどね、うん、言うと思った、はいまあ、そういうのもあって、まあでもね、ぶっちゃけそのオーディオの中でいわゆるハイエンドでない部分ですかね、ミドル級ぐらいまでの、いわゆる手軽に楽しめるアンプとか の、 そのオーディオの世界で、うん、結構真空管っていうのが流行りつつあるのは事実ですね。はい、まあ、そんな感じで、まあ、あんまり真空管のことばかりね、そうそうそう語ってもらえないんで、はい、そろそろ真空管 の、 その搭載されたアンプの紹介に参りたいと思います。はい、今日まあ紹介するのはですね、全部で1、2、3、4、5、6 かな、6機種かな、6だったかな、あるんですけど、1、2、3、4、5、6、7 7, 7あります。1、2、3、4、5、6、7、うん、あ7ありました、はい、7機種あの、うん、あのすいません、あのポータチューブを一括りにしてました、はい、はい、7機種あるんですが順番一応決めております。あのおそらくまあ真空管のねボタンの中ではイメージ的に一番古いであろう、うん、コンチネンタル ALO オーディオのコンチネンタル V2 そして V3 トントンといきまして、で、次にですね、まあ、その次に台頭してきた、GO5 のポータチューブとポータチューブプラスの2つ、これも結構人気あるんですね。人気です、はい、で、続きましてこっちに行こうかな、こっち、はい、EK ジャパンさんの TU-HP01、 これあのこの中では比較的新しい方に入る、最近ですね、そうですね、機種ですね。でその次がこちらですね、チューブアンプ、一番多分この中ではマイナーだと思います、うん、名前があまり通ってない、うん、あのダークホースです。で最後は、これが多分一番最近発売された機種ですね、ベンチャークラフト GoDAP シリーズの最新型 GoDAPTT タイプチューブですね、をご紹介していきたいと思います。でこれはいずれもオペ、真空管を搭載しているポータブルヘッドホンアンプというくくり で、はい、7機種ご紹介させていただきたいと思います。はい、みやちゃんもあれよね、全部音聞いて、聞きましたね今日、僕も昨日あの朝、昨日たまたまね朝浴衣の日って、はい、七夕だったありましたね、はい、やってたのでちょっと朝早かったんですよ。で来て、まあ、言うてもあの鍵開ける係だったんで鍵開けに来てで朝、まあ、やることいろいろありますけどちょっと時間あったので真空管アンプ全部出してことを聞いてたんですけど、改めてやっぱ全部聞くと全然ちゃうね、これ違いますね、全然違う。で、あのなんかね、いろんなまあボタンあってイヤホンとかもそうですけど、こう好みの音ってあるじゃないですか。である程度皆さんの中で真空管アンプって一括りにされてるところあると思うんですけど、改めて聞くとこの中にもやっぱ全然方向性が違うものがあるので、おそらくこの中で好き嫌いが絶対あると思います。真空管俺好きやねんって人がこれ全部聞いてめっちゃ全部いいって思うとは限らない、うん、と思ったので、まあ、この機会にね、放送見て興味持っていただいた方はぜひ店頭でまた聞き比べしてもらえればなと思います。はい、
そうそう、あのね、ディスコンだけど TTVJ ミレットハイブリッドもあった。そう、これ結構古いですよ。 TTVJ っていうボタンが昔あったんですよ。これね、アーサー持ってます、確か。当時めっちゃ高かった。でもいくら6万7万ぐらいだから、めっちゃ古いんよ。高い。そう、めっちゃ古かったから、うん、あの当時そんな値段のボタンっていうのが、え、こんな高いのもんがあるのっていうような時代だったの で、ただめっちゃくちゃ確か日本に入ってきた数が少なくて、もうなんかじゃんけんで選ぼうぜ買う人間をみたいなぐらいの。でアーサー、え、アーサーあの時働いてたっけな。あ、でもアーサーなんか買ってました。買います僕。今持ってんのかな、どうだろう。新型のパルス爆弾の衝撃波、怖いということ。ちょっと詳細希望です。パルス、あ、バルスに見えました。うん、あのジブリの親の。はい、紹介していきましょうか。はい。そうだね。この時間です。はい。まあまあ多分まだちょっと余裕あると思いますけどね。ん？家の部分に載ってました。なんだ？多分 TTVJ かな。あ、これ、え、違う。あ、これだ。真空管ヘッドホンだ。あー、あー、刺さってる。あったあった。そうそうそう。これね、イラストから生まれたんですよ、このヘッドホン確か。いや、ほんまになるんですよ。すごい。これ知ってます、知ってます。聞きたい。はい。まあまあ、これは、まあまあまあ、まあ、別件なんで。はい、では、コンチネンタル V2 からご紹介していきたいと思います。はい、はい、で、コンチネンタルシリーズは、あの ALO オーディオね、あのポターンの界隈では結構名前の通ったアメリカの、オーディオラインアウトの略 ALO の、ALO オーディオから発売されてるポターンなんですけれども、あの V2 っていう名前の通り、これバージョン2なんですけど、 V1 があったんですよね、うん。で、V1 っていう名前じゃなくて、当時あのコンチネンタルってアプリだったんですけど、美和ちゃんが昔持ってたって聞いたんですけど。持ってましたね。あの、どんなアプリでした？うん、使ってたユーザーからして。使ってた、まず組み合わせが ESW9、うん、あ、ヘッドホン、オーディオテクニカの ATH、ね、ESW9、うん、あれと組み合わせてたんですけど、うんうんうん、そうですね、結構ゆったりめな感じでだいぶ聴けてたので、ジャズとかその時聴いてたんですよ、うん、なんかめっちゃ不思議な感じでした。不思議な感じ、すごい不思議な感じでした。もうでも当時そのまだまだ真空管ボタンって少なかったから、少なかったですね。コンチネンタルの音って聴いた時びっくりしたよね、うん、なんか、うん、あーっていう、そう、あ、真空、これが真空管かーっていう感じの、なんか所有欲とかにめっちゃ分かる、来てすごい満足感高かったです。 そうですね、当時も高かったですよね。 5キッパー6キッパーぐらいかな、6万ぐらい、そうですね、してたので、まああの十分高級な機種に入ってましたけど、でそれの後継モデルとして、出たのがこのコンチネンタルの V2 ですね。 V2 は皆ちゃん的にその V1 に比べたらどんな感じですか？ V1 に比べたらですね、はい、まあ、そこまであの思い切って変わってる感じはないんですけど、うん、やっぱりあの音の表現力とか、まあ、そういったところは非常に上がってきてますし、うん、あとゲインスイッチがやっぱりめちゃくちゃ嬉しいですね。そうですね、あのね、元々のコンチネンタルにはゲイン調整の機能ってなかったんですよ、うん、で正直なところ音取れすぎたというか、取れすぎましたね、うん、あのね、つまみが6、7時スタートぐらいね、大体あの時計盤でいうところの7時ぐらいの位置からスタートなんですけど、8時ぐらいでちょうど8時ぐらいで下手したらちょっとでかいかもしれないぐらいの、そうそうそう、っていうぐらいめっちゃ音量が取れるアップだったので、V2 になってからこのローハイの原因がついて、うん、あのローにしとけばまあもうちょっと回せる、ね、9時から10時ぐらいは全然回せる、うん、まあ、それでも結構音量取れる方なんですよね、はい、だったので、まあそこがすごく大きな変更点ですね。で、音がね、割と僕あの今回紹介する機種の中では V2 が結構正統派な真空管チックな音なのかなと思います。
で割とねしっとり系というか、あの昔よくね、あの2台真空管アンプとして、あのコンチネンタルシリーズとポーターチューブとでよう比べられたんですよね、うん、価格帯も割と近いし。で当時から割とね、これ意見すごい割れやすかったんですけど、僕の中では結構コンチネンタルの方がしっとりしたなんかジャズとかにも合いやすいような傾向だと思ってました、うん、まあポーターチューブの音に関してはまた後ほどお話ししますけどっていう感じだったんですけど、うん、皆さん的にはどんな感じですか？ V2 とか、うん、V2 は、まあ、やっぱり真空管、一番真空管らしい音かなとは思いますね、うん、ですね、はい、なんかね結構その皆さんの真空管に対して持ってるイメージって、僕あの実際こう店頭でいろんな方のご案内してると、あ結構皆さんこうすごい思ってるイメージにブレがあるなと思ってたんですけども、あの僕が思うその真空管のイメージになんか一番マッチするのはこのコンチネンタル V2 が多分今日紹介するものの中では一番マッチするというかっていう感じかな、まあ、まろやかな感じの音で、で改造感がなんかそのシャキリしてないですよっていう表現をするとこうなんか改造感じゃ高くないよねってなりやすいんですけど、そうではなくてあの音のそのなんか粒立ちとかが、まあ、パキパキした音ではないんですけれども、ただすごくこうまろみがあるけれども深みもあるみたいな感じの音なので、音の広がりも結構しっかりありますし、なんかね聞きやすい音、すごく聞いててなんかこうすごいガンガンに攻めてくる感じの音ではないのでっていう感じですね。なんかふわっときますよね、うん、そうそうふわっとしてるあっていう感じですね。これでも持ってる人多いイメージが多いですよ、ね、うん、あります。コンチネンタル V2 は結構なんかそのなんて言うんでしょうね、今も第一線の機種ではないようなイメージもあるので、うん、あの手持ちで持ってない人はいるかもしれませんけど、結構ね持ってるよっていう人は多いような気がしますね。多いです、はい、そうそう、ね、コメントをいただきました、V2 はピアノの響きとかがたまらんのです。まさにそこですね、はい、なんかこう余韻とかね、余韻っていう言い方すると一番これがぴったりくる、そうこの中ではしっくりくるかなと思いますね、うん、はい、っていうのがコンチネンタルの V2 でした。根は張りますけれども、うん、なんかイメージ的に真空管の音のアンプ欲しいっていう人はまずこれ聞いてみたらいいんじゃないかなと思いますね。はい、そうですね、逃げ出すそうです、はい、とっても逃げ出す、まあ、でもね、みやちゃんのいらの中古コーナーでも結構コンチネンタルの中古もね、いっぱいあるんで、ありますね、はい、V3 はないですけれども、ですね、はい、まだちょっと新しいよね、はい、そうですね。で、あの V2、V3 がね、あの併売です。あの V3 出て V2 なくなるっていうまだタイミングでもなく、うん、普通にあの V2 も現行品として販売されてますので、うんうん、これはあのよく V2、V3 をねこう聞き比べて好みの差もあると思うので選ぶという感じですね。あの実際多いんですよ、店頭でも V3 買いに来たって人が V2 買っていくとかいうケースも結構あったりするので、うん、どっちも持ってる人もすごい多いですね。そうそうそう、なんか V2 がそのまま V3 に綺麗にエスカレーター式でホイってなってるっていうよりは、うん、結構キャラクターが、ね、う違う感じが、どっちもファンがあって、うん、どっちもいいところがそれぞれにある感じです、ね、ちなみに両方持ってるリッチな方もいらっしゃるんですけど、すげえなと思いますね。あ、 V2 持ってるって人やっぱいますね、うん、あのね、タイムラインではあ、真空管が軍事利用されてるという話が結構盛り上がってますね。ミサイルに真空管使ってるよね。使ってるよね。どういうこと、うん、使ってる。どの部分に、制御系かな。制御、うん、ミサイルって、まあ、この話したあれやけど、狙った場所に飛んでくるのは当たり前。ああ、なるほど。そもうコンピューター積んでるわけ。そこに。はい、まあまあまあ。いろんなとこに使われてるんだね。そう、そうですね。はい。あ、うん、なんかね、コメントいただきました。さっきの方かな。核兵器の一種、パルス電磁波で汎用性、慣性用などのコンピューターを役立たずにする。怖い。うん、ちょっと難しい話ですね。僕らちょっと専門外ですね。すごいな、すいません。すごいな。はい、へえ。まあ、ミリタリー系の話ですね。うーん、はい。では続きいきましょうか。はい、コンチネンタルつながりで、続きまして、コンチネンタルの V3 の
ご紹介です。これね、あの V3 の方がまずぶっちゃけで言いますと値段高いです、うん、価格設定からして違います。で、外観的にはケースほぼ一緒ですね。で、印刷されている文字が違いますだけしか違わないように見えます、うん、ただ音が全然ちゃいます、うん、ね、全然ちゃうよね、うん、はい、ですのでこれはいいとこ悪いとこだと思うんです。V3 の方が音いいっていう方も多いです。正直ただ V2 を持ってる方が V3 を聞いたときに V2 の進化系として聞きに来ると違うってなることも実を言うと多いです、はい、で V3 の方がなんていうのかな、音がクリアというかクリアですね、うん、中高域がかなり鮮明、うん、なんかね、まあその V2 を貶としめる意味で言うんじゃないですけど V3 聞いて V3 聞いて V2 に戻ったらちょっと眠い音なんですよ。ぼんやりした音で、で V3 の方はほんまにその特に中高域が鮮明な音になってます。何なんでこんなに変わったんやろっていう感じなんですけど、これは多分狙いがあったんだと思うんですけど、ミヤちゃん的にどうですか。うん、そうですね、 V3 はやっぱりクリアになった分結構可動は V2 より立っているので、ちょっと真空管らしくはなくなっちゃったかなと思うんですけども、うんうん、やっぱりあの匂いというか、うんうん、真空管らしい温かみのある音は、うんうん、まあ、やっぱり持っているので、まあ、比べたら僕は V3 の方が好きなんですけど、うんうんうん、やっぱりいいですね、高いだけあると、うん、なんやろね、やっぱりその真空管のくくりからはもちろん外れてないんですけど、うん、なんかこう兄弟でてか双子で、うん、だいぶ性格違う双子みたいな、こう愛入れないけど元は一緒みたいな感じの違いを感じる。ちょっとこうほんまに真空管っていう、こうなんかレトロなイメージの真空管のイメージからすると V2 の音なんですけど、そこにもうちょっとこう近代的なイメージというか、よりこうクリア解像感みたいな要素を追加していくと V3 みたいな音になるのかなって思います、ね、あ、そうなんですね。そうですね、はい、トモさん、うん、に変わってる。これってあれじゃん、例の TT に積んでるやつじゃん。いや、まあ、ブログで告知してるけどね。あ、はい、すみませんでした。で、そう、この、そう、宮ちゃんに聞こうと思ったんだけど、こういうのに積まれてるミニチュア缶って言われるね、ちっちゃいやつ。はい。こんなんの、まあ言ったら多分これ、6分の1ぐらいかな。わぁ、すごい。すごいちっちゃいやつが、こいつらには入ってる。入ってる。そうなんですね。で、真空缶、これでもそんな、まあ、でかっていう感じじゃないんですけど、もっとでかいのありますね。あるよね。こんなんあるよね。みたい。こんなん。普通にこうなあるあるある。怖いで、なんか風船みたいな割れそう。なんかジャングルとかに生えてる。コンってやったらパリンっていくすよね。ちょっと怖いですね。やっぱ割れるんですか。割れるんちゃいます。やっぱガラス缶なんで普通の。いや、試したことない。さすがに。さすがに試したことないんですけど。やめてあげて。うん、やめてあげて。そう。で、まあ、こっちに積んでるのはミニチュア缶というちっちゃいやつなんですよね。で、これって普通に売ってるもんなんですか、それともなんか珍しい。結構ミニチュア缶自体は珍しいと思います。 あんまり製造されてない。こっちは結構まだ多いと思うんですけど、普通に製造されてる現行缶です。で、あれですよね、もう作られてないようなデッドストックとかのものっていうのはヴィンテージ缶って通称呼ばれてるんですよね。なんかいい響きですね。だから一時ね、コンチネンタルシリーズとかもすごい数が作れないんですって話をしてた時に、理由聞いたらやっぱりそのヴィンテージ缶っていう、いわゆるもう製造されてない缶をのストックを買ってきて、でやっぱりそのデッドストックとかだったらなんていうの、使える使えないってあるんですよ。オペアンプとかも実際そうですけど、ガサーって買ってきたらやっぱ死んでるやつとかあるんですよね。ありますね、ノイズ走っちゃうとか。それを全部チェックして使えるのってなったら、やっぱりそこから何割か減っちゃうので、実質作れる数がすごく最初は少ないっていう話をしてました。今はどれもなんか結構安定供給されてる感があるんですけれども、ありますけどね、はい、うん、あ、これがミニチュア缶で、で
でこっちに入ってるのがサブミニチュアか。ああいろいろあるんだ。うん、ああ勉強になるね。え詳しいいやから一本東の通り歩いたらいろいろあると思う。へえ。あ、じゃあこの辺にも真空管売ってるお店ってあるのか。この辺の真空管だと、うん、大阪なのに東京真空管紹介っていうのが、うん、東京真空管紹介ありまして、すごい。そこに一回行ってみたんですけど、もうなんかもっさーありますね。あるんやけど、なんかめっちゃ積まれてると思って。大きいのある？大きいのもおそらくあるんじゃないですか。見たい見たい。どこだろう、東京真空管紹介紹介じゃあ真空管を大阪で買おうと思ったら結構この辺ってメッカってこと。あ、でも、でも意外とそうじゃないですかね。うん、なるほど。皆さん真空管買う時もイヤホンにぜひお立ち寄りください。あのうちでは売ってないですけれどへえ、そういうのあるんですね。うーん、なるほど。はいはい。で、そう、 V3 の話でしたね。 V3 の話終わったんやほぼほぼしたか。ほぼほぼ、はい。まあ、そんな感じで、あのコンチネンタルの V2、V3 に関しては、うん、割とこう、ね、そう、あの兄弟だけど性格も違うという感じなので、はい、これ聞き比べしてみてください。面白いです。はい、はい、では次、続きましては、A ローが終わりましたので今度 Go Pipe のポータチューブに参りましょう。これまた名前がねシンプルで、ポータチューブ、持ち運びできるチューブ。大きいな。ですね。まあ、持ち運びといっても大きいです。あのポターの中では全然大きい方に分類されますね。コンチネンタルよりまださらにちょっと大きいぐらいです。で、なんだろう、一時ゴーバイブポーターチューブを持ってる人口がすごく多かった。コンチネンタルを押す勢いで一時すごい、僕がちょうどね秋葉原にいるぐらいだったから1年半ぐらい前かな、とか1年半とか2年前ぐらいにすごいポータチューブが出た当時流行ってて、で、そうポータチューブの特徴をまず述べますと、まあ、真空管もちろん積んでます。で、これも出力すごいよね。これ半端ないですね。半端ない、めっちゃパワフル、はい、超パワフルです。ポターン界の中でキングかっていうぐらいパワフルですまあ、単純に出力がすごい出ます、うん、これこそつまみ全然回せないっていうぐらいパワフルですね。そうでした、はい、で珍しい構造として、もうこれがそのパワフルである、うん、位置づけというかなんていうのかな、もうそのコンセプトとしてそうなんだろうなっていうのが、うん、アウトプットの端子が2個ついてます、はい、うん、でちっちゃいのと、そう、片方標準端子がついてるんですよ ね。これ普通じゃないよ、ボタンで標準端子ついてるって普通いらんもんね。ただそのいらんもんねって思いそうなものをあえて積んでるところが味噌というか、うん、はい、まあ、言ってしまえばその標準端子の、まあ、イヤホンはないとしてヘッドホンをつなげるよということを想定してるっていうことは、つまり音量取れるってことです、はい、多分そうですね、っていう構造をしてます、はい、なので、まあ、とにかく出力が高いので、ね、なんだろう、それ持ち運びするかしないか微妙なラインっていうようなヘッドホンをこれにつないで使ってる方が結構いましたね。当時ここに TH900 とかね、あと HD800 とかも結構余裕で鳴らせますよ、これ。うん、すごい、はい、そうですね。そうで、音の傾向なんですけれども、どうしよう、美和ちゃんからいこうか、これは。そうですね、はい、ポータチューブ、これポータチューブは、はい、まあ、ALO のそのあったかい音から結構、まあ、真逆ではないですけど、うん、だいぶキレのある、うん、そうですね、いい意味で真空管らしくない音してますね、うんうん、音量取れるって話まんまの言い方になっちゃいますけど、めっちゃパワフル、うん、音の印象もパワフルな感じで、パンチがすごい、パンチすごいですね、パコパコパコーンって感じでなんかパパパパパパーンみたいな感じの音で、高音も低音もすごいしっかり出ます、うん、もうメリハリがすごい。あ、そうですね。でその分すごいダイレクト感あるし、攻め込んでくるので、うん、
音場感はあんまり広くはないですよね。はい。TTVJ ってまだ持ってんの？持ってますよ。あ、たまたま通りかかったアーサーが TTVJ を持ってる。え、今あるの？え、今持ってるんですか？すごくない？あるし。ちっちゃい思ってたより。貸して貸して。たまたまアーサーが通りかかったんですけど、こんな時間に、あの TTVJ 現役で使ってました。カバンからゴソゴソ出して。すげえなアーサー。見てください TTVJ ですこちら。TTVJ ポータブルミレットハイブリッドアンプだから、まあオペアンプも積んでるんでしょうね。ちっちゃいですね。これでも古いよねこのアンプ。結構古いですね。何年4年ぐらい前。そのぐらい。うん。だから。最近すぐぐらいだったと思う。そうそうそう。で、すごく買ってたよ。結構値段せんかった。予約第1番。ね、予約第1番。スタッフで予約第1番って今やったら怒られるよね。はい。これじゃあ今も使ってるとかだいぶ気に入ってるってことですよね。そうですね。だいぶありがとうございます。何本ぐらい？40くらいじゃなかったかな。はい、あのたまたま通りかかった朝ちょっと話はありましたけど、すみません。はい。はい、まあそんな面白い話もちょっと入りましたけれども、すごいな。そう、あのとにかくポータチューブはね、あのパワフルな音で、うん、なんていうのかな、決して、コンチネンタル V2 が例えばちょっとウォームな傾向の音だとしたら。うん、こいつがクールかと言ったらそうでもないというか、そこまでなんか線の細い音でもないんですけど、うん、でもパワフル、ね、キレアップね、こういう感じの音、ゴーンっていう感じの音なんで、なんで笑うの？伝わりやすいやんこれの。分かった今の。あれダメダメダメですか？ダメダメです。はい、朝画面入ればいいみたいな。いや、なんか朝もちょっと帰りたかったんで。まだいますけどね。何で、何で、何でおんの？いやいや、ちょっと人待ち。ああ、そういうことね。人待ちって言ってる、あの画面がうろうろされるとちょっと気に散るんですけど。そう。手振ってもさ、映れへんし。はい。そうですね、朝はいつも髪がかってますよ。朝さん、髪がかっている。ほんまにそうやな。っていう感じで、はい、うん、ポータチューブに関してはすごいパワフルだっていうことをお伝えしましたね。はい、はい、で、これポータチューブプラスっていう機種なんですけれども、うん、次に、はい、プラス、はい、ポータチューブプラス、これ青いやつ、青色だ、これね、よく見てください。お、色違いやん。ちゃうんです、うん、プラスは、USB ダック、はい、DA コンバーター搭載のモデルなんですね、うん、はい、でよく言われるのが、青いポータチューブないのとか、あの黒いポータチューブプラスないのって言われることが、まあ、最近減りましたけど、今も定着したんで、うん、昔は結構あったんですよ。ただ、残念ながらカラーバリエーションはこのお互いに黒青だけになってます。で、普通に考えたらね、アンプ部一緒やったら、てかアンプ部一緒っていうかダック積んでるだけやったら音変わらんのですよ、普通は。ボタンとしては、うん、違う。結構違いますよね。そう、最初個体差やと思ったんですよ。違うんですよ。どの個体で聞き比べてもこの2つは音が違うんです、うん、なんでなんか分かんないんですけどね。ちなみに宮ちゃん、これポータチューブに関しては、ノーマルとプラスとで音の違いってどんな感じですか？音の違いはですね、はい、まあ、ポータチューブノーマルがキレのあるパンチが強い系に対して、うん、まあ、ちょっと温かみとか空間自体はプラスの方が広いと思います、うん、そうですね、はい、あとは中音域の楽器、うん、サックスとかあの辺はやはり真空管らしい素晴らしい音を出していきますね、うん、そうですね、はい、まあ、一言で言うとプラスの方がちょっと落ち着いたというか、落ち着いてます、うん、あの勢いはもちろんあるんです、うん、コンチネンタル V2 ぐらいまでどうこうっていう話ではないんですけれども、若干落ち着いたというか、繊細さも覚えたのかなっていう感じですね、うん、なので、まあ、すごいロックテイストな音なのはノーマルです、はい、でそれに対してもうちょっと、はい、まあ、落ち着くことも覚えたのかなっていうのがプラスなので、うん、
これはね、正直なところ、ね、なんで音が違うのか、そうそう、ほんまに違うんですよ。こっちの方が好きでしたけど、これはこの話をすると、よく店頭にお越しの方とかにこの話をすると、そんなん分かる人にしか分からんでしょって言うんですけど、誰でも分かります、この違いは。全然分かります、本当にぐらい違うので、まあそれこそ、まあでも V2V3 ほど違いはないのかな、コンチネンタルでもかなり違 う, ね、そ う, そうかなり違うので、この2つはね、もう単純にそのダックを積んでる積んでないだけで選ばない方がいいと思いますから、はい、これもまた聞き比べしたら面白いですね、うん、ここ2枚聞き比べをぜひしてください、はい、でちなみにこっちもパワフルです、すごいパワフルだね。あとね、これ非公式かもしれないけど、ゲインって確か調整できたよね、スイッチがあったんじゃなかった、なんか中にね、確かジャンパーじゃない、ジャンパーか、ジャンパーピンっていうのあるじゃない、基板にこういうのを差し込んで調整するやつで、これ残念ながら外部のスイッチではないんですけれども、中にジャンパーピンで確かゲイン調整できたはずです。はい、なのでまあ、詳しくは家のブログに載ってるんじゃないかな、あと秋葉原のスタッフも何か持ってるので、はい、確かできたはずです、はい、まあ、ぜひこれも聞いてみてください、っていう風にちょっと息抜きしよう、ここでだいぶ喋ったからねはい、まあ真空管のねボタンについてご紹介していってますけれども、ちょっとみわちゃん初めて出演し、普段使ってるやつとかちょっと紹介する、普段使ってるやつが、はい、ゴーダップ X のレッド、ゴーダップ X のブラック、ゴーダップレッド、レッド、はい、なんでゴーダップ X 使ってるんですか、これは、うん、まあ、岐阜にいた頃で、うん、まあ、結構じゃあ前に買ったの、そうですね、2月の、うん、今年の、あ、じゃあ今年まだ岐阜におったんや、今年岐阜にいて、で、まあ、採用を受けて、うん、2週間で大阪に引っ越して、すげえスピード引っ越しみたいな、嫌なさ、そういう人多いな、すごいですね、はい、でこれ使ってる理由なんですけど、うんうん、まあ、岐阜にいて通販も使ったんで聞けてないんですよ、うん、ブランクとレシピ使わずに買った、聞かずに、じゃあどっちがいいかなって、うん、想像した結果、うん、じゃあレッドにしようと思って、そう想像、まあなんか一応は情報収集した、情報収集は、まあ、イヤホンブログとか、うんうんうん、少なくなかった、でも情報ちょっと黒赤の違いはね、うまく説明できてなかったです当時でもとにかくその時は、うん、中広域のクリアさが欲しかったんで、うんうんうん、じゃあレッドで間違いないな、あ、なるほどね、うん、レッド頼む、今ずっと使ってます、はい、黒の方が良かったとは思ってる、今赤で良かった、赤で良かったと思いますね、うん、なるほど、イヤホンは、イヤホンはですね、うん、IE80、 あ、ゼンハイザー、ゼンハイザー、ちょっとそこに置いてますね、ここに IE80、じゃあ今回も全部 i80 で聞いたってことですね。そうですね。なるほど。ヘッドホン、はい、はい、ヘッドホン、ヘッドホンはゼンハイザーのモメンタム。うん、モメンタム好きやね。ゼンハイザー好きやね。ゼンハイ、結構ゼンハイザーだらけなところ。はいはいはい。i800 買わないんですか。i800 はですね、どうしようかな。え、家のヘッドホン何やったっけ、家のヘッドホンは HD700、 ええもん持ってたよね、買ってたよね、この間買ってた、ね、しかも結構最近買ってたよね、最近ですね、ガチやん思い切って買いました、いいな、じゃあまた、バーチャル視聴ですか、はい、ね、最後にやろうと思ってました、なので全部ちょっと多分聞いてもらうことできないと思うので、はい、紹介ちょっとじゃあ急ぎますね、ごめんなさい、ね、はい、じゃあ次いきます、続きましてこっちか、ね、ちょっとスピードアップします、ごめんなさいね、こちらが EK ジャパンさんの TU-HP01 です、かわいい、はい、パネル、赤のパネルがかわいらしいアンプですね、うん、これ面白いんですよね、これ非常にいい製品です、はい、とってもいい製品です、はいはい、このアンプはですね、この赤のパネル部分、これにも実はこだわりがありまして、基板の切り抜きです、これ、うん、さすが、イケジャパン、ちょっとミワちゃんの乗っかり方がすごい微妙やったから頑張ってるなとか思ったんやけど、はい、で、まずですね、特徴としては薄い、多分今回紹介してる中で一番薄いです、間違いなく薄いです、多分ゴーダップ X ぐらいかな、
うん、ほぼほぼ一緒ぐらい。まだ薄いかな、こっちの方が。薄いね。はい。なので、相当に薄いです。まあ、その分、ちょっとこう平たく大きくはなってしまってますけれども、まあまあ、それでも、ポータチューブよりちょい広いぐらい。なので、まあ、横幅はちょっとあります。うん、これ、何、こう、ウイスキーとか入れてられるみたいな。わかる？そうそうそう。うん、で、内部構造的にはオペアンプも搭載してますので、うん、正確には真空管ハイブリッドアンプという構造になります、はい、これってかっこいい名前。入力に真空管、入力部に真空管があって出力部にはオペアンプが、はい、うん、あるので、実はオペアンプもかなり仕事をしてるアンプなんですね、うん、で非常に大きな特徴としまして、中のそのオペアンプが、まあ、いわゆる、はい、ソケット式の世界ができる構造になってまして、最初から、新日本無線とバーブラウンの2社のものが、ね、代表的なものが、ね、はい、1個ずつついてますので、まずもうこれで音の違いを楽しむことができる、うん、でさらに付属のマニュアルに、このオペアンプ別途買って使うとこんな音になるよっていう代表的なものまで載せてくれてるという親切さが、ね、がというかもう受けて、非常に今人気のあるアンプですね。一時入手困難な状況になってました。今在庫あるんですけれどもね、お値段今回紹介する中で一番安いです、うん、2万円を切って19,950円。そうなんですよ、はい、しかもね、アンプ交換できて初めからついてて、うん、はい、この値段とは。そうですね、っていうスキットルっていうの、スキットルみたいなやつあれかな、こういうやつ、キュポンってやつかな、それスキットルっていうんですかね、うんうん、ですかね、はい、うん、そうですね。あ、でももうあれですね、結構持ってる方多いっぽいですね。いや、そうですね、でもね、めっちゃくちゃ売れたんですよ、うん、ほんまに。あのちょうどうちの、イヤホンの、ポタフェスの開催時ぐらいに販売されたんですけど、うん、あの時一番売れた製品これですね、うん、めちゃくちゃ売れました、はい、で、エレキットさん今回初めて、前回かな、アネスのポタフェスに出てもらってブースが結構好評でした。なんかね、うん、オペアンプ違いも並べてらっしゃって、うん、見たかった、面白かったです、うん、音的に宮ちゃんどうですかこれ。音的にはですね、はい、まあ、出力がオペアンプなので、うん、まあ、他のアンプに比べたら、うん、結構音固めなんですけども、うんうんうん、まあ、やっぱり安いのが、うん、とにかく手に入れやすいっていうのがあって、うんうん、まあ、真空管の音を楽しみながらオペアンプで音を変えていく、そうそう、遊べるアンプですね。そうですよね、これが一番いいと。今結構多分一番流行ってそう、うん、あの販売台数的には勢いが一番ありますね。で、あとあの、そのオペアンプ乗せ替えられるプラス、うん、電池式なんです、これ実は。そうそうそう、単4、4本で駆動なので、まあ、中にはバッテリーの方がいいという方もいらっしゃると思いますけれども、あの電池式ですから長く使います。そうです、はい、で、まあ、細かい話すると電池によっても音が違ったりしますので、この辺はもうとにかく他のアンプ、うん、この音やでっていう製品と違って、うん、自分で遊べるというところを踏まえると、はい、値段の安さと相まっておそらく、まあ、一番普及版、あの真空管ポーターの一番の、結構使いやすいですよね。ローインピーダンスのやつでも全然細かく音量が調節取れるので、うん、 そうですね、その辺もいいかなと思います、はい、ゲインのローハイもついてますから、はい、これはね、もう傑作と言わざるを得ない、うん、非常にいい製品かと思います、はい、はい、かわいいし、うん、音もね、でもやっぱりさすがにね、高いんですよ周りがね、値段が凄まじく高いので、そう、真空管ポータブルヘッドホンアンプのクオリティとして比べると、うん、なかなかガチ音質勝負で勝てるとは言いづらいんですが、うん、ただ、まあ、全ポターの中で2万円のポターで比べろって言われたら全然勝てる、非常にキラーな今アイテムですので、はい、はい、まあ、在庫あるうちにぜひお買い求めくださいませ、はい、あと、まあ、軽いです、一番電池入ってるのね。そうですよ、はい、はい、では続きまして、こちらですね、チューブアンプ、あんまり聞いたことないやつ、はい、というチューブアンプというブランドの、これ何だっけ、方は出てこない、 BL1、 あ、 BL2、 して BL2 という製品ですね。で、これダークホースです。
なんかかっこよくないですか、見た目。形はね、まあコンチネンタルとかによう似てるんです、正直。っていうかケース一緒ちゃうかなっていうぐらい似てるんですよね。で、特徴はここのメッシュ、このボディの天板部分にあるメッシュ部分、ね、これがまあすごく特徴的というか、電源入れるとね、これめっちゃいいですよね。あのね、真空管入ってるの、まあどれも見えますけど、一番はっきり見えるんですけど、うん、ほら光ってる、ここ切ってください、分かるかな、ほらヒョン見て、じゅわーじゅわーっとね、ストーブみたい、はい、これがまあ真空管特有のものなんですけど、ね、うん、ただですよ、あのさっき言っときますね、暑いですこの子、めっちゃ暑い、うん、あのここすごく熱持つので、そう、ちょっとねポターンとしてこれは使いづらいと言わざるを得ないんですが、うん、ただそれを補って余るほど音いいです。そうなんですよ、 これダークホースですね、はい、これはアヤパンもすごい推してるんで、アヤパン的にどうですかこいつは。この子は、うん、私真空管アンプってあんまり聞かないんですけど、うん、聞いた時になんかもう音場というか、うん、音場っていうのがもうすっごい広くて、そうですね、あとなんかこう柔らかみのあるあったかい丸い音で、うん、もう表現力がすごい豊かだったのが感激しましたね、うんうん、何これみたいな、はい、めっちゃ良かったです。これなかなかダークホースです、はい、ぜひ一回聞いてほしいですね。みわちゃんも結構これいいって言ったね。これ僕もいいですね、はい、どんな感じですか。ですね、これに関してはなんていうの、なんかよくわからんけどすごい。なんかよくわからんけどすごい。素直すぎるやろ。イヤホンも大ちゃんってわかりますかね、うん、すっごいイヤホンとかボタンとかもすっごい好きな人なんですけど、大ちゃんも一番好きっていうぐらい。あ、大ちゃんがいいって言うのは間違いない、間違いないんですよ、ね、あのイヤスタッフ共通の認識として、大ちゃんが褒めたもんはあ、いいんやろなっていうところがで、はい、あの僕も大ちゃんがいいって言ったら、あ、じゃあ聞いてみようかなっていう気持ちになるほどの説得力のある男です、はい、ただね、そう熱くなっちゃうのがね、問題なんですね。これね、熱だけなんとかならんかったかなと思うんですけど、でもなんかそういうところもちょっと癖あるけど可愛いみたいなとこないですか、うん、真空管らしいよね。そう、らしさが出てて、まあまあ、なんかあ、もういいなってくすぐられますね。そうそうそう、で、あのさっきアイパンがね、あのウォーム温かいと言ってましたけれども、はい、あのウォーム温かいのイメージと解像感の高さっていうのがあんまり本来比例しないんですけれども、うん、あの解像感もすごく高いです、うん、で空間的な鳴らし方という意味では多分 V2 コンチネンタル V2 以上かなと、膨らむというかね、広がるという印象でいうと、うん、音場感一番多分縦横に広い印象の音ですので、うん、そう、なんかいろんな曲で聴きたくなる、うん、無名ゆえに聞くとびっくりします、うん、こんなんがみんな視聴せえへんのみたいな。そうそう、結構眠ってる感じ。そう、こんなんって言い方悪いね。あのでもこの名前だってみんな知らないと思うんですよ。チューブアンプ、なんか箱もすっごいかっこいい、なんか茶色い、うん、なんていうんですかね、こうカチャって開けてガッて、そう、なんかね、ケースみたいなパッケージなんです。なんかもうかっこええってなるんですよね。でまあ、お値段54,800円、はい、まあお高いんですけれども、まだこの中ではぼちぼちな値段帯ですね、うん、はい、これはね、あの多分今日紹介するものの中では一番聞かないといけないアンプだと思います。なんか落ち着く音です、はい、うん、いいと思いますで続きまして最後です、大トリを、はい、大トリをしていただき、まあでももう55分だね大トリをしていただきますのはゴーダップ TT ですね。まあちょっとゴーダップ推しになるところがあるんですけどもね、ここにゴーダップユーザーが2人いますから、はい、この中では唯一、iPod、iPhone、iDevice 対応の、DA コンバーター搭載機ですので分厚いです。でもさ、これゴーダップの形してるから分厚っって思うけど、うん、コンチネンタルとほとんど一緒ですよこれ、ね、めっちゃ太いと思ってた。そうそうそう、めっちゃなんかやっぱゴーダップ持ち慣れてるからね、これですよね。こうやったらおーゴーダップって感じなんですけど、
おい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 っていう厚みなので、な僕らちょっとこうイメージ的に、ね、わ直圧って思ってたんですけど、全然平気やねこれやったら。ですね。で電源入れますとちゃんとこの中のねチューブ管が光るわけです。で唯一その USB でドックと USB もしくはライトニングと USB で接続するデジタル接続の機器ですので、残念ながら、ウォークマン使ってるよとかパソコンにつなぎたいよ、パソコンじゃないや、ウォークマンにつなぎたいとか他の、iPod、iPhone 以外のプレイヤーとつなぎたいっていう場合には残念ながら接続ができませんので、はい、ご了承ください。でこれやっぱりね DAC も搭載してるので、まあ、僕の結論から言いますよ、この中で一番音いのどれだって言われたらこれです結論で言うとこれです。まあこれが一番 なんかね安定感があるというか隙がない、一番音質的に、まあグレードが一段階上だろうなという感じでした、正直なところ。他の真空管アンプとちゃんと聴き比べしたのは僕実は正直今回初めてなんですけども、それまではまあ今までこう持ってたイメージでこう揺れつけてたん で今回ちゃんと聴き比べて、やっぱダック積んでるっていうのはすごく大きいアドバンテージなんだなと改めて思いました。皆さんどうですか。そうですね、やっぱりダック積んでる分、うん、音のその DA 変換の精度が高いので、うん、それをさらに真空管で味を施してくれるっていうのは、ね、うんうん、やっぱり僕がそのゴーダップ X を使い始めた理由の一個に、やっぱり外のダックを使いたいというのがあったんですけど、もう例に漏れずこれはもう素晴らしいです。ですね、ええ。なんかね、ちょっとね、まあ、いいですすごく。なんていうんやろ、ほんまにこうタタタタタって比べしていくと、ここで明らかに変わるんですよ。ここで。で、その分、やっぱ値段も張ります。79,800円です。ただし、非常にいいです。ダックがあるっていうか、そのダックが外部にあるっていうメリットと、真空管を積んでるっていうアンプ的なメリットの両方を、ちゃんと頭の中で理解していい音なんだと。うん、すぐにわかる音なので、本場も広いですし。真空管チックな音ですし、うん、空間表現がいいですね。すごいですね、非常にいいですね、はい、というところもあって、79,800円もするのにこんなに売れてるなんてと思ってる方はね、うん、ぜひ一回聞いてみてください。iPod、iPhone 持ってる方は、はい、あと、はい、イヤホンに GoDAPTT の開発者インタビューを載せてるので、はい、これも今流したんでまたよかったら見ててください、はい、ベンチャークラフトの根本さんですね、はい、根本さん私多分お会いしたことないんですけど、根本さんは秋葉原にいた時にね、うん、ユーストに多分過去2回出てくれてるのかな、うんうん、あ、僕見ました、ね、めっちゃ上がり症なんですよ正直全然喋ってくれなくてさ、初回。あ、そうなんや。もう、ガッチガチだったんですよね。まあ、仕方ないと思うんです。こんなんにいきなり引きずり出されたら。はい。で、ただやっぱり、すごいやっぱりこう、知識のある方で、うん、なんかもう感動しました。そう、ゴーダップシリーズをね、全部作ってきた人なんですよ。うん、なので、やっぱすごい詳しくて、熱意のある方でね。すごいオーディオ好きなんだなっていう感じの人ですね。なんかね、私、名言を見つけてしまって、うん、なんか最後ら辺に、うん、なんかアイデアを形にするまでのスピードはどのメーカーさんにも負けませんって書いてあるので、もうめっちゃ名言と思って私書いてるんですよ。なんで言おうと思ってもうめっちゃすごいと思って、はい、かっこいいなと思って、はいはい、じゃあごめんなさい、時間がなくなってきましたので、何回、はい、GoDAPTT にしましょう。 GoDAPTT をちょっと聞いてください、はい、ヘッドホンは TH900 です。まあ、前回も聞いてもらってるのが一番いいかなと思って、はい、ポステックスの TH900 を使います、うん、でヘッドホンつけるときに前ねガサガサなって結構気持ち悪かったと思うので、一回ちょっと音切ってからヘッドホンつけますから音消えますよ。いいですか。消えます。音消えます。はい、音声復活しました。じゃあちょっと聞こえてると思うんですが、よいしょ、
家の歌ですか。あ、そう、そう、そうやね。イヤの歌かけないとあかんよね。そうだよ。そうでした。はい、ありますか？あります。ではでは、お借りします。はい。お、接続早い。ここで大丈夫ですか？あ、ない。聞きながら行きます。では、参りますよ。聞こえてるかな？聞こえてるよね。俺が聞こえてないだけ。あ、皆さん聞こえてますか？聞こえてるよとは言われてますけどね。うん、じゃあ行きます。はい。雨の日も風の日も暑い日も寒い日もいつでも音楽と共にイケメンの二人で、yeah! 栄養と持って行ってくれ、楽しもういろんなこと、今日の気分でもローカロール音楽が大好きさ、イヤホンが大好きさ、ヘッドホンが大好きさ、ええ音持っていくよ。うん、あのね、音がね、最初めっちゃ右寄りでした。だから右って言われたんですね。ちょっとこのまま行きますね、ヘッドホンしてますけど。あの、変換プラグの接触がちょっと悪かったみたいで、最初、すいません、あの右にめっちゃ音を言ったんですけど、最後の方いけてましたよね。で、まあ、これだけ聞かせられても、正味ちょっとようわからんかなと思うので、もう一個行きましょう。もう一個。別のやつ。何がいいかな。タコス？シュバーブ。シュバーブ。行っちゃう？ロックケーブルありますね。はい。うわ、熱っ。続きまして、チューブハンプの TL、じゃ BL2 いきたいと思います。音量には気をつけますね。ちょっと思い出しながら、このキンって音わかるかな。マイクロフォニック、マイクロフォニック。じゃあいきますね。雨の日も風の日も暑い日も寒い日も
いつでも音楽とともに君と二人で消えようと思っていてくれ。わかります。ちょっと音厚くてこっちの方が真空感あるし、うん、そうですね、はい、音の厚みは多分こっちの方があると思います。そう、あのね、音源のソースはね、ごめんなさい、あの現状これしかありません。著作権の関係でフリー音源とか用意したらいいですけどね、またあの次までに用意しておきます。もう一個行くかね、イケジャパン行こう、はい、多分これ違いが分かりやすい。リクエストがあったイケジャパンで、はい、さあ、じゃあほいっすぐこれは、ね、なると思う。じゃあ行きますよ。はい。言おうと思って吹かけよう。いやはね、うまく待ってたってもでもっていつでもお待ちします。家を探しに来てよ。視聴し放題だからきっと見つかるあなたの音、それが始まりの音。雨の日も風の日も暑い日も寒い日もいつでも音楽とともに君と二人で消えようと思っていてくれ。楽しもういろんなこと、今日の気分でもロカロ音楽が大好きさ、イヤホンが大好きさ、ヘッドホンが大好きさっていう感じです。あのね、これ分かった。全然違う。硬い音。うん、硬いですね。うん、あのね、硬い。分かった。分かった。のと、なんかちょっと音追われてるの、もしかして電池かな。あ、電池かも。はい、なんかちょっといろいろお粗末で申し訳ないんですけども、はい。でもやっぱり、なんか前回ヘッドホンで比べて結構皆さん違い分かるって言ってて、うん、アンプはあんまりちょっと分からないかなって感じでしたけど。はい、ちょっと音切れますよ。はい、ヘッドホン外してスッキリというわけで、こんな感じでちょっとぐだりましたけれども、まあ、いつも通りですね、真空管ポターンの特集をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。で、あともう一個告知がございます。閉じちゃったな、ブログありますかね。はい、今日ブログの方でも告知してるんですけれども、ですね、ベンチャークラフトさんのご協力によりまして、店頭で視聴会が行われます。イベント情報、ベンチャークラフトサウンドロイドタイフーン発売直前視聴会というのを、日時7月13日土曜日午後2時から閉店まで、場所はイヤホン大阪日本橋本店と秋葉原店の両店舗店頭にて開催させていただきたいと思います。現在7月14日発売予定のベンチャークラフトのゴードアップシリーズの上位バージョンとなります、サウンドロイドタイフーンのご予約受付をしておりますけれども、これの直前視聴会というのを13日発売前日ですね、土曜日に開催いたしますので、ぜひイヤホン両店へお立ち寄りください。で、あと今日聞いていただきましたゴードアップ TT のなんと真空管別バージョンというのが、まあ、これあの参考にといいますかスペシャルバージョンなので販売する予定というのが現状ないみたいなんですけれども、フランス製のトムソン6111缶、これどっかで聞いたなと思って、さっきコンチネンタルに積んでるやつよね、確か、ね、そう V3 に積んでるやつだと思うんですけど、を搭載したゴードアップ TT というのを特別に視聴機としてお持ちいただけるということになってますので、こちらにもご期待ください、うん、はい、はい、というわけでちょっと1時間オーバーしましたけれども、はい、長らくお付き合いいただきましてありがとうございました。あ、台風速攻で予約していただいたと、ありがとうございます。僕も買いたいです。
買いたい買いたい買ってか買う買う宣言しちゃったこれ発売日にはちょっとお金、はい、ああまあちょっと様子見て、ね、ちょっと様子見て、はい、はい、っていうことですので、はい、サウンドロイド台風ちなみにここにね正規もすでに実はあるんですけどね、はい、はい、これもまたあの発売日までに視聴機というのをご用意してますのでぜひ聞いてみてください。で、次回の特集は秋葉原からこちら、じゃじゃん、たっくんこれ日付が違うんじゃないかな今日ですねこれあの違いますよ来週ですからね、はい、来週15日ですね7月15日月曜日21時配信は、フルテック ADLX1 特集です。はい、あのこちらの ADLX1 も大人気の DA コンバーター搭載のポータブルヘッドホンアップですけれども、こちらの特集を来週秋葉原からいたしますので、うん、ぜひこちらもご視聴ください。ちなみにエミコさんはいません。エミちゃん、はい、エミちゃんは大阪専属です。はい、というわけでございました。ミヤちゃんどうでしたか、初出演どうでしたか。初出演はちょっと緊張して、はい、なんかすげえしか言ってないよね、うん、あのねびっくりしたあのね放送前全然緊張してないよねみたいな感じのノリやったのに、うん、始まった瞬間の自己紹介で分かった、あ緊張してるやべ緊張してるって、やばい緊張してるよって、大丈夫大丈夫大丈夫、こんなもん、大丈夫大丈夫、最初は大丈夫、私初めの方何も喋ってない意思はい、まあまあ最初は、ね、緊張しますよね、はい、ありがとうございました、はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。また、はい、次回の次回はどっちだったかな、秋葉原かな、うん、はい、なのでしばらくちょっとあれですね、はい、はい、なのでまた大阪からの放送の際には、ご視聴よろしくお願いします。はい、はい、それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。さあではみやちゃん恒例のあれいくよ。はい、デンツダンツデンデデンダンツ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 デンツ、止まった。みわちゃんから一言、みんなありがとう。みんな夏風邪には気をつけてね。バイバーイ。